今日髪切りました。近所にね、700円カットっていうのがあるんですよ。もう今もう1000円カットじゃなくて700円カットよ、もう。すごくない？でも別に全然下手じゃないでしょ。うん、ちょっと気に入ってます。はい。で、今日なんですけど、WBC のランキングに入っている、脇選手に勝ったのにもかかわらず、今回発表された WBC ランキングに中川麦茶の名前はなかったんですね。これどういうことマジで。これマジどういうこと？説明してほしいわ。ちょっと詳しい人いたらコメント欄教えてください、これマジで。なんでかわかんないから。うん。まあ、いいんだけどね。でもなんかやっぱ、俺ってマジ縁がねえなって感じです。って思ったっす。世界ランクに縁がねえなって。で、23ぐらいの時に、もうだから10年前だよね。10年前に、神戸で、大場浩平選手とやったんですよ。で、もちろんアウェーだしさ、判定厳しいかなと思ったけど、でも、それ考えても、勝ったかなって思った内容だったんで、勝ったかなと思ったら、これ 2-1 で負けたんですよね。で、その後が、石本選手、帝拳の石本選手とやった時に、それも 2-1 で負けたのよ。本当に。運がないことに。それも 2-1 で負けて。それも勝ったと思った、正直。いや、これ2ポイントぐらいは勝ってんじゃないかな、最低でも。俺いつも自分を厳しめにこう、つけるんだけど、試合した時は。ポイントはね。勝ったんじゃないかな。で、それも 2-1 負けて。で、その次がこの前の、一回引退挟んで、赤穂戦。まあ、あれもまあ、負けでいいんだけど。で、4回目で、4度目の正直だったの、今回。で、4度目の正直だから、マジ勝ちてえな。世界ランカーに勝ってみたいな。勝ってみたいなって。勝ちてえな。で、勝った。けど、まさかのランキングに入れない。まあ、脇選手17位なんですよ。15位以内じゃないんであれなんですけど、でも WBC のランキングって40位まで確かあるんで、別に全然入っていいと思うんですよ。17位付近に全然入ってもいいと思うの。だけど、40位にすら入ってなかった。ちょっとわかんないっすね、ボクシング。まあ、いいんすけどね、全然。ランキングとかマジ気にしてないんで、別に全然いいんだけど、強いとかじゃないよ、マジで、全く。ランキングとかは本当気にしてなくて、なんだけど、ただただ疑問なだけ。まあ、これもなんか、俺らしくていいかな。3回世界ランカー、ね、もう、惜しくも負けて、入れなくて、4度目の正直で、やっと世界ランカーに勝ったけど、なぜかわかんないけど、世界ランカーに入れない、ってなんか俺っぽいなってなんか妙に納得する部分もあって、まあ、そもそも別にランキングなんか、なんかね、メキシコかどっか WBC ってメキシコだっけなんだっけどっか知らないけど、知らない外人のおっさんが、ランキング、なんでそんな知らない外国のおっさんに格付けされなきゃいけないのっていう気持ちもあるんで、別に、まあ、いいかなっていう。ただ世界ランクに入ってるってことは、やっぱそこそこ強い選手ってわけじゃないですか。だからその強い選手と、俺は試合をしたいから、世界ランカーともこれからもバンバン試合していきたいなって思いますね。でそういう選手に勝っていきたいなって感じです。だからまあ全然気にしてないんですよ。てかもっと言ったらね、別にチャンピオンベルトとかも別にそんな興味ないです。ベルトが、あるから何なのとも思うし、ただただ純粋に俺はボクシングがしたいから、純粋に強い相手と自分が最高の状態で試合をしたい。どこまで俺がやれんのかなっていう感じのモチベーションでボクシングをやってる。だからみんなやっぱりベルトに執着するでしょ。ベルトに執着してやるけど、結局そのなんかベルトがないと多分自分のことを語れないから、ベルトが欲しいんじゃないのって。自信がないからじゃないのって。別にベルトがなくてもランキングがなくても俺は俺だろって俺は思うんで、そういうのには別にあんま囚われてないです。あったらあったでいいやって感じです。ただ、弱い選手に勝ってチャンピオンになるよりも、チャンピオンじゃないけどめちゃくちゃ強い選手に勝ってみたいです。この前のカシメロもそうだよね。別に今チャンピオンじゃないわけじゃん。だけどカシメロに勝つっていうのはそれ以上の価値があったわけじゃんって俺は思いますね。うん。まあ俺はね、ボクシングは男の道だと思ってるんですよ。ボクシングは男の道よ。K1 ライジンとかあるけど、あれもね、まあ、いいと思うよ。女の子にもキャーキャー言われてさ、やっぱり、客層が違うもん。見せ方の問題もあると思うけど、それはそれでまあいいじゃないですか。だけどボクシングっていうのは、拳二つだけで戦うんだよ。めちゃくちゃシンプルでよくない？シンプルイズベストだから。だからもうこれは男の道なんだよ。俺はボクシングと真剣に向き合ったら、男をあげれるなって思ってから、ボクシングと真剣に向き合うようになりました。だからそっから俺よく言われますもん。顔つき変わったねって。今まで俺もうふざけてたんですよ。普通に。分け戦の前までは。ふざけてました。ふざけてたっていうか、バイトとしか思ってなかった、ボクシングを。だってあんな、30分か20分か30分試合すればさ、数十万とかさ、もう多い時3桁稼ぐ時もありましたよ。そりゃ、なんかもう、そういう考えになっちゃってました。よくないですね、でも。うん。でも、それって、誰かに言われてとかじゃなくて、自分で気づかないとそういうのって変えられないんで。だけど俺は、やっぱし、ボクシングって男の道だなっていう風に思ってから、なんか本当にスイッチ入って、マジでちゃんと練習するようになったっすね。うん。だから、こそ、脇選手にも勝てたと思うし、だから今の俺って、過去最強なんですよ。もう一番強いんですよ。一番脂乗ってるっす、今。なんでかっていうと、別に技術が上がったとかじゃなくて、もう気持ちっすね。やっぱ格闘技気持ち。気持ちで全然違う。うん。今気持ちが乗ってるし、真剣に向き合えてるから、今の俺はかなり強いです。俺の邪魔するやつ、俺の目の前に立ちはだかってくるやつは、全員潰そうと思ってます。だから、まあ、今回、WBC のランキングには入れなかったけど、別にランキング入ったからどうのとか、入れなかったからどうのってこともないし、だから今回、だからまだ、脇選手に勝ったところで、お前まだだよって。そういうことだと思うんですよ。もっと上の選手に勝てよって。もっと一桁とか、そういうやつにちゃんと勝てよって。いうことだと思います。っていうところで、俺もまだまだなんで、うん。結局最大の敵は自分なんで。最大の敵っていうか別にランキング入ることが目標とか、チャンピオンになることが目標とかじゃなくて、もう最大の敵は自分なんで、俺は自分自身を常に、見てるんで、自分自身と向き合ってるんで、そこが一番大事かなって。そこを忘れて、なんか、数字のことだったりとか、ベルトのことだったりとか、そういうのはいいかなって思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。クッパー。